共感の技を見せつけてもろて。あなたの童話は始まっている。うるせえ。面白い世界にいざなって。ありがとう、信号赤になってくれてありがとう。私は伝説がないと死んじゃいます。早く、あ、怖い怖い、危ない危ない。イエーイ、おはようございます。おはようございます。クソ寒いよ、さっき3度だったべ。3度よ、3度現在、はい、岐阜の街中を走っております。我々の愛する岐阜県を走っている おります本日も岐阜県のとある場所を訪ねたいと思っております。そうでございます、今日は岐阜を押しましょうぞ。おうおう、そうですか。最近動き心がいろいろね、愛知静岡ら辺にちょっと引っ張られている私たちなので、今日は岐阜県を押していこうかなと思っております。岐阜の観光スポットですよ、今日は。すごい可愛い、面白い世界にいざなってやろうか。あ、うん、いざなってやろうか。今日はじゃあ花ちゃんナビということですか。おー、私あのナビ持ってきてないっす。いや、俺も持ってきてないっす。マジで。何もわかんねえっす。いや、わしもわかんねえっす、道。嘘でしょ。今日はバクちゃんがあのナビしてくれると思って、私も完全に甘えモードでニャンコですよ。知らんよ、俺これまっすぐ行けば着くんじゃねえぐらいのノリでしか言ってないよ今。そもそもだって行ったことあるんですよ。いや前通った記憶がある。だからわかるじゃん、俺わかんないもん、一回も行ったことない。いや、そういう世界じゃないって何回か言ってること。香港地の世界をなめんなよっていうことをさ、いつも君にさ、熱く語っているはずだよ。そして君自身も香港地だからわかってるはずだよ。今日は昭和のレトロに触れてみようという今日はプランでござる。イエーイ、レトロ大好き。どうも、いるにはその昭和レトロミュージアムというちょっとコアなファンが集まるミュージアムがあると聞いたんす、うん、なんかあの見たことない自販機、なんだったっけ、あのレトロ自販機ね。そうそうそう、何秒かでうどんが出るとかさ、ハンバーガーとかさ、そう、うまいかどうかちょっと検証してみなかった。せやな、やっぱレトロは落ち着くやね。だよね、この Z 君もだってレトロだもんね。だよね、昭和生まれか、はい、W4 君はあの若造やから平成やけども、うん、思春期真っ只中、14歳やからさ、中二病にかかってるんで。あ、そうなの、俺武術できるとか思ってんの。カメハメハとか打てるんじゃない の全然出せる、波動拳とかあの辺も全部出せると思ってる年頃だから、今調子に乗ってるかもしれん。ちょっとソニックブーム、ソニックブームって何だった。おい、ガイルさんだよ。ガイルさん、あー、出た。レトロミュージアム、レッツラッガー。さー、昭和にタイムスリップだ。おばあちゃんになって行ってきます。よう、ばばうるせえ。花ばあばのばあば、何それ、花ばあばのばあり、あ、何それ、何それ、何それ、小学生の時に流行ってるじゃん、それ。マリアの言い方なんて言っとった、ピッて触ってさ、バリアって言っとったやら、なんとかバリアって言ってなかった。うちらメッキバリアって言っとったやんて。メッキ、これいろいろあると思うよ。メッキって何。メッキバリア、そんな感じでした。え、これこっちで合ってんの。3km 道なりです。おっ、ほら悟空、ほらも悟空。うわ、いっぱいおったっていいんじゃない、別に。おめえ偽物だな。ファミリーパークだからどっかで曲がらなかったよね、これ。ここ曲がってって言ってる。なんでそんな知ったような口聞くの。さっきまで迷子迷子やったのに、なんでいきなり知っちゃったの。地図が頭の中に入ったんだよ。こっからは初めて行ってる。こっから先知らない。はじめまして、バクです。ブレストでございます。ありがとうございます、岐阜の皆様。ありがとうございます。どうもどうも、皆さん寒い中ありがとうございます。沿道にまで出てもらって申し訳ない、花でございます。どうも、つつめさんもたぬきさんもありがとうございます。左方向です。どこどこどこ、これこれこれ、え、まだこれわかんやつ。これこの辺、え、それ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 、ちょっと待って待って、ほんまに、あ、その先や、え、俺じゃないわ、何やねんて、これや、これ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 、大丈夫、いいからいいから、ナビは嘘つかないから。ねえ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 、センターラインなくなったよ。
いらないんだよ、昭和の時代にセンターラインなんてもうないんだよ。そういうことも、こっからも昭和レトロは始まっているの。当たり前よ。急になんか山奥入ってきた感じするぞ。やっぱもう始まってんじゃない、あなたの昭和は始まっている。ちょっといい声で言わんといて。まあまあな交通量じゃね。これいけるの、いけるタイミングが我々に巡ってくるの。もうちょっと。あった、あ、あれか。ああ。オッケー。ありがとうございます。わあ、昭和。着いた。トイレット殺虫剤、ハイアース。かけたい。そう、何それ。かけたい。はい、私に？いいよ。私にかけたらさ、虫が寄ってこんくなるんでしょ。あ、そういうこと。そういう優しさでしょ、今の。ねえ、かわいい。うどんカレーって書いてある。こんにちは。初めてご利用。そう。どうぞ。ありがとうございます。実は時間制の博物館になっております。へえ。なんかの遊んでいただくことがほとんど無料だ。あ、そうなの。こちらそれぞれ。はい。はい。ありがとうございます。わあ、めっちゃかわいい。あ、懐かしい。あ、本当だ。やばい、懐かしい、これ。チョキ、負けだ。懐かしい、図工って言った。黒電話、黒電話、やば。これ知ってる、こうやって回すんだよ。これ今の子わかんないんでしょ、これ回す。これできないと思うよ、こうやって。スーパーハンドオン。ここはさ、さ、教官の技を見せつけてもろて、すごいなんかレトロな画面だな。シュールシュールシュールな映像になってる。1位じゃん。できない全然。残念だった。ランク外だ。はい。これはやらないか。でか。ハロー。こしたためのなんかとかあった。出てこなんも。勝った。出てきた。技の出し方忘れちゃったの。いっぱい出てきた、めっちゃ出た、すごい。いや、おお、あ、見て、時間時間50何秒60秒で超レトロ、超かわいいじゃん。ミスターバーガーおじさんがいよいよご高齢のため、温め完了から商品提供まで少しお時間をいただいております。だってもうご高齢だから。3、2、1、ゴー。ご高齢なんでね。そうそう、ご高齢なんでね、お時間いただいておりますんでね、お時間いただいております。出た、うわ、めっちゃかわいい。やばい、バクちゃん、あっつ、見て、あっつ、めちゃめちゃかわいくない？かわいいじゃん、箱もかわいい。これ、懐かしい匂いするね。チーズバーガー、やった、イエーイ、あっついよ。私これがやりたいの、これ。コインを入れて27秒ってやつ。これはかわいいな。いきます。本当に27秒かな。てれん、2、3、4、5、6、22、23、24、25、26、27。おぉ、マジで
なにこれ、え、めっちゃ濃い匂いする。ほら、いい感じ。ちゃんと熱々。いただきます。給食のうどんみたいな。わからん。うん、おいしい。チーズバーガー行ってみよう。かわいい。あ、いい感じ。チーズおる？あ、めっちゃうまそうや。ほら、昭和レトロな。熱い。湯気めっちゃ出とる。うまっ。ねえ、何が、何このユーロ。ねえ、胸筋半端ない。胸筋がバンプアップしとるよ。多分筋トレ直後やな、それ。見て、これ、カー君。知らんし。カー君。誰だったんだよ。カー君。カー君って何？なんで、諸星のカー君だよ。ジェネレーションギャップだな。光源氏知らないの？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。レトロミュージアムでございました。レトロだった。可愛かったね、全体的に。これは岐阜県のあれだな、観光スポットですね。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。うん、店員のお姉さんも優しい笑顔で待ってますよ、ね、ということで今日はこの辺で、昭和レトロなブレスタさんでした。というわけでまた来週お会いしましょう。はい、またバイクでお会いしましょう。さよなら。それではバイバイ。レトロなワールド、レトロ。ミスターバーガーおじさんがいよいよご高齢のため、バイバイレトロなワールド、レトロ。これ現金としてきて。